キングス&バーウィッチオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。葵です。あゆみです。イエーイ。今日は美人を育てる米、あきたこまちの稲刈りの手伝いをしていきたいと思います。じゃあ着替えてくるか。いくぞ。いいかな。シュッ。よいしょ。よし、稲刈りするか。現場に到着しました。到着しました。おお、こうなってます。稲ってこうなってるんですね。待って、わーおー稲の中にいます。これ食べるんだよ。ちょっとこんなになってるんですね。これ一粒一粒が米になるんですね。そうですね。信じられない。なんで？あんな大きい機械で刈るんですね。もみがら取ったんだけど、手で食べれるみたい。玄米、なるほど。乾燥させておけば大丈夫。そうそう。米何も味しない。その玄米からの精米して、うん、白米になるんです。わーわーすごいね、お米って、うん、なんかそれを私たちは食べてるんだ。この長い時間をかけて作られたお米をバクバクと食べてるんだ、私たちは。感謝して食べないとな。たつきくんだけ絶対残してるよ。米粒は一粒残さない。残さない。私たちのスタイルです、それが。
人や。米一粒作るにも1年かかるんだな。ね、なんか今までもさ大事に食べてたけど、さらに大事に食べないとね。感謝して一粒残したらあかんで。そう、茶碗に、うん、絶対残しちゃダメですよ。今日の動画は稲刈りを手伝ってみたでした。チャンネル登録お願いします。お願いします。せーの、またね。せーの、米米。今すぐ僕は来てるから。かっこいい。よくある、よくある海の映像。